皆さんこんばんは、ワドです。今日は2017年9月の10日18時13分です。よろしくお願いします。夕方ですね。よろしくです。はい、一発目からありがとう。南波さんいつもありがとう。南波さんありがとうございます。一発目いきなり花火ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。すいません、本当に精進します。なんかさ、もうさっきの枠なんだけどさ、もうくだらねえよな、本当に。なんかもう金も出さねえ、応援する気もねえやつと関わりたくねえもん、マジで。正直な話すると、なんかアンチを囲いに変えないんですかとか言うけど、変える気ないよね、俺は。うん、関わりたくない、正直な話。ただ単に関わりたくない。別に本当にね、閲覧10人でもいいんすよ、食えれば。うん、マイナス、なんかそのストレスかかる、ストレスって金じゃ変えらんないから、これはなんかストレスかかるやつとは付き合いたくないっていうのが俺の考え方ですね。別に考え方曲げる気もないし、本当にどうでもいいですね。別にどこで誰が死のうが俺の勝手、俺を支えてくれてるね、スポンサーさんがさ、お亡くなりになったら大変だけど、俺からしたら悲しいけど、俺の何の利益にもならないやつと絡む気ないもんね、正直。ゴミだよ、ゴミ。フォローありがとうございます。ありがとう、フォローありがとう。全員ね、いなくなればいいんだけど、めんどくせえから。何の必要もないもん。はい、はるかちゃんいつもありがとう。アイテムありがとうね。頑張ります。応援ありがとうございます。頑張ります。はい、こんにちは。はい、こんにちは。俺は別になんか尖ったこと言ってるつもりもないし、本音で話してるだけだよ。別に媚びへつらう必要もない。まあね、スポンサーさんに対してはね、ありがたく思ってるけど、別にゴミに対して媚びへつらうつもりはないよ、泥棒とかゴミに。おい、トコさんいつもありがとう。頑張ります。ありがとうございます、ご支援。トコさんよろしくお願いします。ありがとう、トコさん。おー、ペイワード2、お疲れ。特に意見とかはなく、ただただ勝手に楽しく見させてもらってますはい、ワドツいらっしゃい。いや、嬉しいですね。ね、見てくれる人が全員楽しいね、楽しんでくれると嬉しいんだけどね。なんか人の楽しみがその壊したいっていうサイコパスみたいなやつがいるからさ。はい、ノンさんアイテムありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。はい、ワドツ。
和道さんの放送で、慣れると他の配信者行くと音が気になるようになった。あ、音質ね。ロムってでも聞ける配信者だからいいよな。あ、ありがとうございます。まあそれは昔から意識してるね。あのラジオっぽく聞いてもらえたら嬉しいなと思ってて、まあ参加してもらえる方がありがたいんだけど、やっぱ俺がさ作業しながら何かを聞くっていう文化のある人だから、俺もなんだろう、仕事やってる時とかさ、あのラジオでなんか事務関係とかやってる時、いろんな人の放送をつけたりするから、なんか映像を見なくてもこう楽しめる配信っていうのは昔から心がけてるね。チャンダンね、チャンダン、僕はチャンダンが好きですね。あの白檀っていうお香ですね、日本語名。まあ定番だよね、チャンダンは。お香好きな人だったらもうチャンダンに始まりチャンダンに終わるぐらい定番中の定番。あ、そうなんだ、全く同じ思ってる。バクグラで家事しながらよく聞いてますねえ、嬉しいよ本当に。そうそう、料理作ったりとかさ、主婦の人も忙しいわけじゃん。ねえ、子育てしたりとか。でも耳寂しいもんね、部屋の中で一人でいても。だからね、あの俺の声が部屋の中で届いてて、なんか作業するとき自然とね、こうまったりできたらいいなっていう風に思ってるから、僕はそういう風に言ってもらえるとすごく嬉しいですね。ありがとう、俺の放送を見てくれて。はい、タコスケさんご支援ありがとうございます。タコスケさんありがとう、頑張ります。ファンです。あ、そうですか。ワドツです。家事しながら聞いてる、ありがとうございます。家族4人で聞いてます。はい、どうも。勝手にすればいいんじゃないですか。うん。おい、マナちゃんいらっしゃい、マナちゃんいらっしゃい。はい、わたつ。あー、まいちゃんいつもありがとう。まいちゃんいつもありがとうございます、頑張ります、ありがとうございます。和道のリスナー見抜く力すごいな。ああ、もうだって何年やってると思ってんのよ。匿名さんありがとう、匿名さんご支援ありがとう、舞ちゃんご支援ありがとう。何年やってると思ってんのよ。
応援する気のねえやつはロムって見てろ、バカが。ロムって見てる分にはね、なんだろう、俺の養分になるだけだし、俺は何にも不快なことないからね。ずっとロムってりゃいいんだよ。突っかかってくるから俺がイライラするんだよ。突っかかってくんじゃねえよ。俺とお前が対等だと思うなよ。はい、コクリン、いつもありがとうね、コクリン。ありがとう。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。コクリン、ありがとう。俺とお前らが履いてる靴が違えんだよ。この世で壮絶的に嫌いなものを一つ挙げるとしたら何ですか？人間です。人間です。いや、即答でしょ。考える必要なんかない。俺は人間が大嫌いなんだ。考えるまでもないじゃん。嫌いなもん聞かれたんだ。AV 見ますよ僕。ただね、のんちゃんがずっといるから AV 見れないんだけど、のんちゃんが帰った時だけこそこそ見ますね。やっぱり彼女がいると AV 見れないよね。なんだろうね、この感じは。のんちゃんが帰った時だけ夜な夜な AV 見ますね。見ます見ます。男なんで。AV 見ない男なんかいんのかな、わかんないけど。はい、お疲れ、ワドツ。AV 見るっしょ。見ますよ。おすすめの女優がね、最近超可愛い子見つけて。なんだっけな、名前が出てこねえな。すっげえ可愛い子見つけたんだよ。なんだっけ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。FC2 行くわ。ブックマークしてるはずだから。何だっけな。何ちゃんだったかな。ちょっと待ってね。FC2 ログインして。お気に入りかな。プロフィール。マイメニュー、マイアルバム。これかな。
これだ。葉山芽衣。葉山芽衣。すげえ、ドストライクに可愛いね、葉山芽衣は。今、もう、来たっていう、久々来たぞっていう。俺のお気に入りは、葉山芽衣ちゃんですね。この子はもう、え？なんで帰るの？何？何？帰っちゃうよ。なんで？そんなのばっか見てるけど。そんなのばっか見てないよ。のんちゃんだね。え、好きな AV 女優のんちゃんです。訂正します。うん、俺は人間嫌いですね。AV 見たらダメなの？のんちゃん。AV 見たらダメだったの？ AV 見たらダメなの？ダメなの？ダメ。わかった、もう二度と見ないわ。じゃあ AV 見たらチンコ切ろ、のんちゃん。もうこれから先、知らなかった、ごめんね、のんちゃん。切っちゃう。ね、切ろ。俺もう AV 二度と見ないわ。OK、のんちゃん、許してくれる？うん。うん。もうこれから先、AV 見たらチンコ切ろ。うん。ああ、そうしよう。もう僕は一生 AV 見ません。もし見たらのんちゃんにチンコ切ってもらいます。うん、あー可愛かったよね。可愛くなかった。可愛くなかったね、はい。、うん、はい、チンコ切ります。もブックマークは消せ、ブックマーク消すの？え？うん。でものんちゃん、あのエッチするとき、AV 一緒に見ると興奮するから一緒に AV 見ようっていう時あるじゃん。ドストライクで可愛いって言うから。え、なに、のんちゃんと一緒に AV 見てムラムラするのは OK なの？ブサイクの、ブサイクの AV なの？じゃあ今度のんちゃんと AV 見るとき、のんちゃんが選んで。いいよ。 OK。 可愛い子の見ないね、もう。可愛くない。え、可愛くない AV 借りてくんの、のんちゃんが。わかった。はい、ブスの AV しか見ません、もう。ブスの AV 見てムラムラすんのかな、うん、ビッグダディの AV 見る予定ありますか？ないです、はい、ないです、ありません。はぁ、誰得の会話だよ。おめえが振った会話だろ。責任持てよ。可愛くない AV ってなんだ。それただの拷問でしょ。ね、またリアとツマツやってんの。暇だなあいつ。またやってんの。な、もうなんか、なんかさ。そういうタイプじゃないの分かってるでしょ。自分で安売りしない方がいいのにね。なんでそんな安売りするようになっちゃったの。焦ってんのかな。あ、アイテムありがとうございます。麦さん頑張ります。ご支援ありがとうございます。なんなんだろうな。毎回リアと苦戦してる。え、っていうか売り上げどうだったんだろうね。あの便所さん昨日でしょ。昨日の売り上げどうだったんだろう。っていうかさ、本来はさ、便所さんの店でイベントやるわけだから、そこがね、オフ会になるわけじゃん。次の日オフ会やるって頭悪すぎない？前の日の晩に便所さん、あの便所さんの店でドレさん一日店長やったわけだから、オフ会をしたわけじゃん。で次の日にオフ会やるってさ、
2日連続で会いたいと思う。バカすぎるでしょ。何考えてこういう企画をプログラムしてんだろう。頭いっちゃったのかな。それ誰も来ないでしょ。いやいや、普通に考えてわかることじゃん。バカすぎるでしょ。何に焦ってるの、あの人は。何、集金かなんかやってんの。売り上げ5万ちょい、ひどいな。二度と呼ばれないだろうね。二度とゲストで呼ばれないだろうね。一日店長で5万円はひどいわ。俺でも12万は行く自信あるね。いやー、よくないね、5万ちょいは。それ通常営業の流行ってない店だよ。もう二度と呼ばれないだろうな。それは焦るわな。うん、俺も違うと思うっていうか、ドレさんは結構独自の層っていうか、ユイガさんとかちゃんまんとかが噛み合うから、なんかそのね、瞑想してる感じだよね。はい、ワードツーいらっしゃい。うん、俺は結構来るよ。俺オフ会やるとすげえ来るんだよ、人。だって一番最初のオフ会18人ぐらい来てたからね。うん、結構人集まるタイプなんだよ、意外と。おい、ペコポコランドさん、ご支援ありがとうございます。お帰りなさい、楽しんでってください。ありがとね。かんぐらないで消えろ、お前いらねえわ。俺の放送向いてないよ、お前。二度と見なくていいよ、お前。向いてねえわ、消えろ。じゃあな。それもう3年ぐらい前かな、生まれて初めてのオフ会は。やってやってってお願いされてて、そしたらもうすごかったよ。住吉、山口、稲川、全部集まっちゃった。右翼も集まっちゃって、みんな脱いで、た、あの、もんもん自慢始まっちゃって、やべえな俺の客層みたいな。ヤクザばっかりやん。えっつって、何年お勤めになられてたんですかみたいな。あの時の戦争は大変でしたねみたいな。なんだこのオフ会みたいな。超な、意外とね、そのヤクザの人に、うん、うるせえよおめえ、俺の放送向いてねえっつってんだよ。グダグダ言うなよ。なんでじゃねえよ。俺に意見言えると思ってんのかよ、お前。かんぐらないで消えろよ、マジで。不快なんだよ、消えろ。なんでじゃねえんだよ。おめえの意見なんか誰も求めてねえんだよ。消えろ。二度と来んな、俺の放送に。理由、てめえの理由なんか知らねえんだよ。な、消えろ、おとなしく。消えろ。不快だわ。お前の存在が不快だわ。別にてめえが死んでも俺は困んねえかんな。よく覚えとけ。勘違いすんなよ。おい、いらっしゃい。楽しんでってね。あー、そう、頑張った。そっか、お疲れ。楽しかった？マジでなんで怒られたのか分かんないじゃねえんだよ。なんで怒られたのか分かんねえんじゃねえんだよ。消えろ。何回言っても分かんねえのかよ。
俺の放送にいらねえっつってんだよ。消えろ。不快だわ、てめえの存在が。突っかかってくんな。いらねえもんはいらねえんだよ。あ、楽しかった？いやー、よかったね、うん、謝れば何でも許されると思ったら大間違いだぞ。出直してこい。今日夜、いや今日ね、昼のんちゃんがご飯作ってくれて、何食べたっけな、あのなクラブハウスサンド作ってくれて、さっき食べて、夜何買ったんだっけのんちゃん。そばか。天ぷら買ってあるから、ちくわの天ぷら、イカの天ぷらとエビ一匹ずつ買ってあるから、そば茹でて後で食べようかな。そばですね今日は。蕎麦好きなんですよ。でごまだれ買ってあるから、俺ごまだれで蕎麦食うんですよ。蕎麦っすね、最高だよね。なんか昔ね、うどんばっかり食ってたけど、年取ったよな、蕎麦とかがうまいんだよな。蕎麦ばっかり食ってるわ。まさか蕎麦食うとは思わなかったもんな。年だよな、おっさんだよ。いや蕎麦なんだよね、蕎麦がないと。だからもうのんちゃんがいない時は一人で蕎麦茹でて一人で食ってんだよね、ずっと。蕎麦っすね、うまいっすね蕎麦。氷水でキンキンに冷やして。のんちゃんの中華丼すごいうまかったね。俺が作業やってて、 YouTube の SEO 対策やってて、でのんちゃんごめんっつって、なんか作ってって言って、何、冷蔵庫に何ある、ああそれ食いたくない、それ食いたくない、ああそういう気分じゃないって。俺そういう結構わがままな男なの、意外と決めらんないタイプで、でのんちゃんに、あー悪いんだけどスーパー行って俺が食いたいもの、あの買ってきてくんねっつって、作ってくんないって言ったら、何が食べたいのって、いやわかんねえわっつって、でわかった、一生懸命考えてくるスーパーでって、そしたらなんか買ってきて、じゃーって作ったら中華丼作ってくれたら、これがまた最高のチョイスで、うまかったんだよのんちゃんの中華丼が。いやーのんちゃん最高だわっつって、よくわかったね俺が食いたいものっつって、中華、俺の頭にないものをのんちゃんは考えて、俺が最高に食いたいものを引き当てたかんね。すげえうまかったよ中華丼。うまかったわ、素敵だよね。いやこのチョイスはすごいわっつって、ちょっと石野にも食べさせてあげたいなと思ったね。のん飯食いたいっつってたから、美味しいんだよのんちゃんのご飯。そばボーロも美味しいよね、お菓子で。知ってる？そばボーロって、そば美味しいんだよ。いやー嬉しいよねやっぱり。和道さんは今不機嫌だってのんちゃんは和道さんが好きなものを作らないといけない、さて何作ろうっつって。つうかまあのんちゃんはね、その神がかって俺のこと考えてくれてるから、その俺がね好きなもの嫌いなもの全部把握してるし、何やったら怒られる、何やったら喜ぶ、全部把握してんののんちゃんぐらいだよね。いや美味しかったっすよ中華丼。白菜、エビ、卵、あと何入ってたかな、ちょっと覚えてない、ツイッターにアップしたけど、うん、そうね、ネギとかねすぐ傷んじゃうよね。
中華丼うまいよ。特に手作りの味ってあるじゃん。素朴な味。うるせえや。消えろ、お前も。何がファンだよ。おめえもいらねえわ。立てついてくんじゃねえよ。お前もいらねえわ。おめえは俺のファンじゃねえよ。消えろ。俺はお前のことファンだって認めねえから、消えろ。言い過ぎもクソもねえんだよ。お前も二度と来んな、俺の放送。ゴミが。二度とコメントすんなよ、俺の枠で。ありがとうございます。ライパチさん、ありがとうございます。頑張ります。ご支援ありがとうございます。家庭の方がうまいよね。なんだろうね。いや、ファン以外の人は見なくて結構ですよ。ファン以外の人は見なくて結構です。うずらの卵美味しいよね。なんだろうね。美味しいよね。ファン以外の人も見なくて結構です。ありがとうございます、ピさん。ピさん、ありがとう。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。謝んなくていいよ、全然。ライパチさん、ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。回答きっとめんどくせえからいいよ。さよなら。お前と絡む気ねえわ。ご支援ありがとうね、ライバチさん。中華丼いいよ。まあでも、あと誰かが作ってくれたっていうのがいいよね。一人で作ってると、作ってる間にお腹いっぱいになっちゃうんだよな。のんちゃんに作ってもらうと、すごいほっこりするし、幸せな気分になりますよ。そんな彼女憧れだけど、やっぱ日本の女性が、女性いいね。日本の女性がいい？日本人以外と付き合ったことないですよ。おお、キューピーさん、ご無沙汰です。キューピーさん、自炊するんすか？キューピーさん、ご支援ありがとうございます。ご無沙汰っすね。ありがとうございます。ご支援頑張ります。キューピーさん、自炊すんだ、意外。日本の女性一歩、まあ、それがね、あれって、でも、もともとは侍の文化だからなんだよ。なんで日本人の女性は一歩引いて、わざと男性を立ててたのかっていうと、男性って戦争に行ったり、ほら、先の大戦とかだと、戦争に行ったりするから、命の短い存在だったの。男に生まれるっていうだけで、いつか、戦争で、だから、それでバランス取ってたんだよ。要は、この人はもう、限られた命だからっつって、家で横柄にさせて。だけど、今はさ、別にさ、戦争に行くわけでもないじゃん。別に家でふんぞり返っててもふざけんなって話になってくるから。だから、あれは戦争の時の文化、侍とかの時。台頭してるから、いつ殺されるかわかんないわけだから。その代わり、家では横柄にできるけれども、いざっていう時は抜くぞって、命かけて戦うぞっていうために立つってなんだよ。あ、そうなんだ。ありがとうございます。キュービーさん、花火ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。そう、だから今、横柄にしても女の人も稼ぐ時代じゃないですか、女性も。だから、いや、あんたも家事やりなさいよって言われちゃうのよ。いや、だから男は稼がないとダメなんですよ。だからこそ女の人よりも頑張って家庭で一番稼がないとっていうのは、プライド持たないとダメなんだと思うよ。横柄にしたいんだったら。要は俺についてこいって。要は、お前働かなくていいんだよって。俺が食わせるんだよって。だから男を立てると楽なんだよ、実は。
男の仕事の邪魔しちゃダメなんだ。稼がせた方がいいんだから外で。まあ俺の場合部屋の中で稼ぐんだけど。まあまあまあ仕事を仕事に集中できるようにするっていうのは楽だよ。まあめんどくさいけどね、女の人からしたらね。なんで旦那立てないといけないのよって思うかもしんないけど、賢いと思うよ、それが。だから女の人の方が強いんだから。どう考えてもさ、女の人の方が強いんだよ。母ちゃんには勝てないんだよ。ねえ、地震が起きた時の母ちゃんの顔と父ちゃんの顔見たらわかるじゃん。ねえ、何かあった時の母ちゃんの顔と父ちゃんの顔は全然違うんだよ。母ちゃんの方が強いんだよ。男は弱えんだよ。だから、その、バカなふりして奮い立たせないとダメなんだよ。女の方が完璧な生き物なんだから。そんな言わなくたってわかるんだ。男は子を産めないんだ。女の人っていうのは完璧なんだよ。タフなんだよ。強いんだよ。子供も産める。うん、男はアホなんだから。夢見てるバカなんだからさ。ああ、もう、あんたすごいっつって。稼いできてありがとうっつって。あんたがいないとやってけないって言って。嘘ばっかりついてりゃいいんだ。男なんてバカなんだから。うん、いや、稼いできた方がうまいもん食えんだから。なんかあった時体張るのは男の役目だと思うよ。女の人は全然お金に執着しないよ。全然しない、女の人は。結婚願望ないっすね。どうもです。結婚願望あんまないっすね。僕は。っていうのもさ、こんな、そう、要は俺は風天なんですよ。だからろくでもなしだし、ヒッピーなわけでしょ。ゴミクズなわけですよ。やっぱり、その、肩気な生き方してないから、俺は親父に言われたの。お前の生き方はもう肩気向いてないよって。無理だよって。だからそれ自覚しろよって。肩気みたいになる、肩気になろうなんて普通の幸せが手に入ると思うなよって。それは覚悟してるよ。いや俺思うんだけどね、タコスケさん、空気が吸えて雨風がしのげて飯が食えて飲み物飲んで、でさらに言うならだよ、プラスアルファ女抱いて、これ以上の幸せってあります？人間ってこれ以上の幸せなんかないはずなんだよ。雨風がしのげて飯が毎日食えて空気吸ってね、プラスアルファはまあ好きな人ができて、男も女もね、パートナーがいてって、これ以上の幸せなんかないよ。そこに理由、夢がないと、やりがいがないと、お金がないと、服がないと、ブランド品がないと、ゲームを持ってないと、人気がないと、こんなのは全部いらないんだよ。本当は毎日毎日飯が食えるだけで幸せなんだよ。その小さな幸せを見失うから幸せになれないんだと俺は思ってるよ。仲間がいたね、そこにね、まあ飯食う時に気の合う仲間がいたりとか、酒飲み友達がいたりとか。だって俺らがこの世で手に入れるものってあの世に持ってけないんだぜ。全部地球に返すんだよ、この肉体ですらも。ここに今持ってる所有物だと思ってんのはたった地球時間のたった一瞬なんだよ。そう、だからこんなのは全部借り物だと思ってるから、地球から借りてきたものなんだよ俺が。この肉体ですらも全部帰るんだから。だから楽しんだらそれで終わりだよ。うん。そう。悩む必要なんかないんだよ。本当に。地球から借りてるものを謳歌して、うわ、楽しいわ、つって。で、まあ仲間がいたらもっと楽しいねっていう。奥さんとか彼女いたらもっと楽しいねって。ペコポコランドさんご支援ありがとうございます。あ、煮物とカレーいいね。いいね。カレーうまいよね。悩む必要なんか何もないよ。石野さんが心配です。石野ね、大丈夫かな。何もない。悩む必要なんか。生きてるだけでもう完成品なんだから。生まれた時点でもう完成してるんだよ。人生の目的は全部達成したんだよ。好きな食べ物いっぱいありますよ。
いっぱいありますね。食い物好きっすよ。まあ強いて言うのは一番何って言われたら米って答えてますね。僕は笑われるんだけど、好きな食べ物何って聞かれたら俺米って答えるの。そしたら笑うんだよ。いや米ってお前、いや米っすよって、俺日本人なんだよって、米嫌いっすかって言ったら好きだけどさって言われるの。おめえが聞いたのに答えて、なんで笑われねえといけねえんだよっつって、米だよ、米食って生きてきたんだよ日本人なんだから。ずーっと代々米の DNA が入ってんだよ。米バカにすんなよこの野郎って。米好きなんだよ俺は。うん、米大好きですね。いや日本に生まれてよかったなって思うのは米と漫画っすよ。米と漫画、アニメ、この辺かな。初見さんいらっしゃい、こんばんは。米好きっすね。いやーいいでしょう。アメリカで米とか食うとまずいっすよ、まずいっすよ。米うまいっすよ。うん、力が出るよね米は。いいぜ。だからね、なんか米食わない文化の国っていっぱいあるけど、うん、はいこんばんは。米っすよ米ね。え米美味しいよね。はい、初見さんいらっしゃい。ヒットマンさんありがとうございます。ヒットマンさんお疲れ様です。ご支援いつもありがとうございます。頑張ります。ヒットマンさんありがとうございます。いいね、筑前煮。なんかもううまいよな筑前煮って。なんだろうなあれね、鶏肉と人参とレンコンと大根は入れねえか筑前煮は。うまいよね。うるせえよチャーズ、消えろ。お前と絡む気ねえから消えろ。こんばんはじゃねえよ、消えろ。お前二度と来んな。コメント書かなくていいよ、消えろ。お前と絡む気ねえから。ダイエットで米から離れるけど、あのね、あの俺石野に言われたんだけど、和道さんってなんか最近痩せたらかっこいいみたいな間違ってますよって。デブでもかっこいいやつはかっこいいんすよって。だから和道さん別に痩せなくていいっすよって。なんか無理に痩せようっていう方がかっこ悪いっすって。かっこいいやつはハゲでもデブでもブサイクでもかっけえやつはかっこいいんすよって言ってた。日本、昔の日本米食ってたら強かった説。へえ。いや塩だけでも食えるしさ、握り飯、銀シャリの握り飯で。いや米はすごい保存食でも完璧だしさ。いやだから俺ね、日本の文化ですげえ、はいこんばんは。日本の文化ですごいって思うのが、あのお金、資本主義じゃん今。お金が全てなの、全ての貨幣で価値を決めてるのよ。人間として優れてる国力、何でもそうでしょ、お金でしょ。だけど江戸時代までは違かったんだよ。米本位制、要は土地の数で、土地でさらに米が作れる石高で国の強さを測ってた。何万石っていう言い方するでしょ、国の領土、極。あれは、1年間で1人食える量のお米を生産できる土地を持ってるかどうか。だから米本位制の。米の量で国力を測ってたの。すごくない？俺、日本人最高にクールだと思うよ。金じゃないと。いや、米だと。米持ってるやつが強えんだって発想の。土地も持ってる。で、ね、国民を食わせることができる。で国民は力になるし兵力にもなるでしょ。米本位制、めちゃめちゃかっこいい日本。俺はねこれ好きなんだよね。そんな国ってないでしょ。そう、食い物の生産力で国の強さを測ってるっていうか。っていうかね、俺はねそのダイエットとかしなくていいと思ってて、そのなんだろう、100万石はどれくらいだっけな、ちょっと待って調べて。なんかその極っていうのは、そう1年間に人何人かは忘れちゃったんだけど、100万石がその何人なんだろうね、石高、それがね何人か忘れちゃった、ごめん。それで国の強さを測ってたの。つまりこの土地を与えられたらこれくらいの国民を食わせることができる、
その量が多くなれば多くなるほど豊かな国だっていう考え方がある、うん、米食えないとね。ありがとうございます、フォローありがとう。多分100万石1国ってどうなんだろう。米本位制、米本位制度。ありがとうございます。おお、心さんありがとう、ハートありがとう、久しぶり心さん。米本位制度でちょっと調べてみようか。はい、ワドツーありがとうね、心さん元気。一杯一日の米が約 400g、100石の領土を与える100人。あ、そうだね。1石が1人が飯が食える。だから100石だと100石の領地が与えられるっていうのは100人が飯が食えるってことだね。100石。で、100万石イコール100万人の、国で合ってますね。うん。そうそう。1石1人。ありがとうございます、ペコポコランドさん、ご支援ありがとうございます。そうだね、1石、あ、そうなんだ、俵は成人男性が1年に食う量なんだ。あ、だから自然とこう結びついてる日本の文化すごいよね。なんかね、エコだよね、日本人かっこいいわ。侍とかかっこいいよな。アイテム投げるかどうか俺に聞くな、くだらねえから。俺がじゃあ死ねっつったら死ぬのか、お前は。自分の生き方は自分で決めるんだよ。くだらねえ質問すんじゃねえよ。俺が死ねっつったら死ぬのか、お前は。俺が投げろっつったら投げるぐらいお前の人生安いのかよ。生きることを放棄するな。自分が考えて自分で行動するんだよ。人に自分の生き方を聞くな。お前が決めろ、投げるか投げないかは。くだらねえ。応援するっていうのはそういうことなんじゃねえのかよ。俺からお願いされたら何でもやんのかよ。お前の人生そんな安いのかよ。自分で決めろ。くだらねえ。はい、ワドツーいらっしゃい。何でも俺から答えをもらおうとするな。てめえの生き方ねえのかよ。怒るだろ、こんなもん。自分で考えることを放棄してるやつ嫌いなんだよ、俺は。自分で考えて自分で行動して自分で運命切り開くんだよ。何でも答えを人からもらおうとすんな。それはあれじゃない、品種の問題なんじゃないの。あ、湿度か、多分湿度とか気候の問題だ。俺は米はね、漬けておく時間をすごい長くするんですよ。それこそ1時間近く漬けて中まで水分を浸透させて、で炊き上げて、で蒸らし、これが米がうまい。だから俺のおむすびはうまいんですよ。俺が握るおむすびめちゃめちゃうまいの。
びっくりするよ俺のおむすびは。うまいっすよやっぱね、米をうまく炊ける人はすごい。そうそう、みんなね焦ってね、すぐ炊飯器に入れてパッてやっちゃうの。俺は鍋炊きをおすすめしてんのね。まず1時間、まあ夏場は30分ぐらいでいいかもしれないけど、できれば40分で、冬場は1時間ぐらいつけておくのよ。うまいんすよ。初見さんいらっしゃい。うまいっすよ。で鍋で炊いてみて、うん、放送好きなのに絡むなとか言われて、アイテム投げていいのか聞きますよ普通。うるせえよ、じゃ消えろっつってんだよ。困ってねえんだよ、おめえが見なくても、おめえがくたばろうが何しようが、おめえの人生に干渉する気なんか一つもねえっつってんだよ俺は。バカが、関わりたくねえんだわおめえみてえなやつと。くだらねえから。知らねえよ、てめえで決め、てめえでやれ、何度も言わせんな。はい、ワドツです、いらっしゃい。俺に好かれてんだったら俺に好かれたい努力をしろよ。マグロのアラいいね、アラ汁とかね。あら、いいね、いい奥さんだわ、いい奥さんになるよ。おしゃれ、ありがとう。まあ、何を着るのかじゃないんですよ、誰が着てるのかなんですよ。そう、かっこいい人が着たら何着ててもかっこいい。かっこ悪いやつはブランド着てるのもダサいでしょ。そう、何を着るのかじゃないんですよ、誰が着るのかなんですよ。お前もうざいから消えろ、もう二度と来んな。絡む気ねえわ。米と味噌すごい、だから大豆と醤油ができて、味噌ができて、豆腐ができて、あと何ができる？すごいよね大豆。うん、あ、ありがとう、ありがとうね。あら汁うまいよね。俺だからさ、寿司屋とかでカマを食うのよ。カマとかさ、好きなんですよ。納豆もできるね。うん、すごい、大豆ってすごいよね。貴重なタンパク源だからね。いや、日本人すげえわ本当に。うるせえよ、お前も消えろ。お前に関係ねえから。お前とは何にも関係ねえから消えろ。納豆も美味しいよね。揚げた釜食ったことないわ。うまいの。いやー、なんか日本の飯っていいっすよ、素朴で。好きっすね。ヒレ酒はわかんねえな。俺日本酒飲まねえかんな。でもね、日本食、その川崎洋平くんが行きつけのお店に連れてってくれて、そこのマスターがすごい面白いの。バーなんだけど、お茶がうまいバーなの、玉露で。そのマスターのもううんちくがすごいのよ。で、玉露がマジでうまいの。生まれて初めてうまい玉露飲んだんだけど、人間はお茶を飲むため、日本人はお茶に合うように全部の料理とお酒、お酒もお茶のつまみなんだっていう理論の。日本酒って舐めてくださいって。うまい日本酒出してくれんのよ。みりんとかも飲ませてくれんの。みりんとか飲んだり、お茶飲んで塩舐めたり。で、玉露行ってみてくださいって。うまいんだよ。そこのね、八王子にあるお店で連れて行きたいんだよな。玉露が。本当の玉露の作り方知ってんの。びっくりするよ。お茶、もう、要は、普通に玉露の楽しみ方を知ってんの。こんなおチョコでさ。いや、お茶がうまいんだよ、玉露が。そこので、家庭でもできるんだけど、そうね、え、うまみがあるからね。うん、いや、うまいっすよ。そこのマスターが面白いの、もう、うんちくはすごいの。例えば日本酒とみりんってオスとメスの関係なの。日本酒っていうのは清酒って書いて、オスのお酒って言われてて、でみりんっていうのはメスのお酒って言われてるので、みりんも実はお酒なのね。
だみりんも飲めるんですよって、本当のみりんは調味料使ってんのあんなダメですって、あれは本当みりんじゃないんですって、あれはもうなんつうのもうちゃんと生産してないと、本当のみりんがこれなんですって言って出してきて、これが本当のみりんですよ、飲んでみてくださいって、あいいっすねって違いますよって、お茶を飲むんですよここでって食って、うわもう陽平くんとうわすごいって、そうなの、お茶を飲むため、要はお茶の全部のつまみに設計されてん、それを教えてくれたんだよね、うるせえよおめえも消えろ、うん、いいよおめえも見なくていいよ消えろ、ずうずうしいやつ嫌いなんだよ、見なくていいから消えろ、はいこんばんは、うんうん、はいどうもお久しぶりです、いやファンじゃないなら見なくて結構です、はい消えてください、お茶が主役なんだよ、日本人はお茶と共に生きてきたっていう、すっごいもうたまんないぜ、だから和菓子とかも美味しく感じるの、本当の玉露を飲んだらね、普通にそうだね、高い茶を飲んだらってみんな考えちゃうでしょ、違うの、お茶碗を何度にします、お湯を一回沸騰したお湯をこう急須に入れます、それでこっちのお湯についでから、はい冷ましてください、はいここで1分待ってください、これが正しい玉露の入れ方ですから、はい待ちましたね、 OK です、そのお湯を捨ててください、さあそろそろお茶入れてください、どうですか、香りが旨味があんのお茶の中に、これ大したお茶っ葉じゃないですからって、中級ですからって、うん、中級ですからってなんのよ、そう茶碗は、え違うの、正確に言うとみんな沸騰した熱々のお茶だから、成分旨味成分壊しちゃってんの、だからね68度ぐらいだったかな、たもう温度計があるの、ここで入れるんですって、そうこうするとこの成分が抜けないんですよって、だからみんなこの成分壊して飲んでるからあの味になっちゃうんですって、そうすごいのよそのマスターが、ちゃんとした玉露の入れ方知ってんの、うまいっすよ、そうぬるいお茶、そう、書いコメントに書いてあったけど、そうぬるいお茶が正しい飲み方なの、みんな熱すぎる、うん、そう低温だ、そう葉が開くんだよ、そう葉が開くって表現してたわ、うん葉が開く、びっくりするようまいから、そうちゃんとしたお茶の入れ方で飲むと玉露の、玉露いいですねってなる、そう茶が開くっていいね、そう甘みの、そう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 、でその玉露の味を覚えちゃうと、もうもうたまんないっすよ、もう本当にすごいんだよ、質問うぜえ消えろ、質問うぜえわ、うん、何でも聞くな、自分で調べろよ、何が茶に合うお菓子は何ですかだよ、消えろ自分で調べろ、あ、応援しなくて結構です。消えてください。はい。君がお金ないのは僕のせいではないんで。消えて。いらないから、お前。うん。応援別に求めてねえから、お前から。うぜえから、お前の応援。知らねえよ。応援する価値ねえから、お前に。消えろ。うん。俺が応援してくれってお願いしたか?お前に。うん。消えろ。お前から応援されるほど腐ってねえわ、俺。付き合う人間ぐらい選ぶから消えろ、応援もするな、お前にその権利なんかねえよ、抹茶うまいっすよね、うん、うまいっすよね、あのタイトル通りだから、本当に俺のファン以外は見なくていいから消えろ、本当にそば茶もうまいっすね、ああうまいっすね、ああいやみんなでそこでオフ会したいな、嫌いなもんに理由なんかいらないですよ、好きなもんと嫌いなもんに理由なんかいらないですよ、フィーリングが合わない、縁がなかったんだよ、
嫌いなもんは嫌いだから、好きなもんは好きだし、理由なんていらない、フィーリングだから。いや飯いいよね、グダグダうるせえよ本当に。てめえで考えろ、好かれたいんだったら。困ってねえから、何度も言うけど、応援する気のねえやつは消えろ。機嫌が悪いんだよこっちは。いやうまいものの話をしてるときは幸せですよね。うまいものを覚えちゃうと、まず、あのね、味覚ってみんな知らないかもしれないけど、あの、まずいものだけ食ってもダメだし、あの、うまい、うるせえな、てめえら。消えろよ、本当に。気持ち悪い。邪魔だっつってんだよ。公式とかどうでもいいわ。俺のこと見なくていいよ、お前らは。消えろ。何度も言わせんな。友達なんかいねえよ、勘違いすんなよ、消えろ。何度も言わせんな。友達なんか俺から求めたか、俺から求めたか、見てくださいって。いらねえっつってんだよ、応援する気がねえやつは。いらねえんだよ、関わんな。うまいっすよ。目玉焼きには何かける？いや、なんでもいいんじゃん。醤油が俺は一番オーソドックスでベタで好きだけどね。まあ、ソースかけるときもあれば、何かけるときもあれば。ありがとう、ペー。ご支援ありがとうございます。いつも応援ありがとう。新宿区役所のものですか？知らねえよ。消えろよ。役人綺麗だから、俺。ありがとう。丸さん応援ありがとうございます。ありがとうございます。知らねえよ。どこ区役所とか、何区役所とか、消えろ。フォローありがとうございます。フォローありがとう。ありがとう。バカありがとう。何の話だっけ？何の話だっけ？いや、あのね、味覚ってうまいものとまずいもの両方食わないと分かんないんだって。相対的だ。相対的に育つもの。だからフランス人ってゲテモノ食うんだって。あえて給食でまずいものを食わせんの。これまずいっていうのを分かってうまいものを食った時に味覚は分かるようになるんだよ。そう。うまいものとまずいもの両方の味を知ってないと本当にうまいもの分かんないの。だからたまにまずいもの食った方がいいんだよ。子供に、うまい、本当に一流のものと本当に二流のものを食わないと分かんない。そう。だから常にまずいものを食ってる家庭で育つと、家庭料理がまずいのが出てきちゃう。うまいものとまずいものを知ってないとダメなんだよ。両方取らないダメ。ついまずいもの食ってもダメよ。そう、まずいものがスタンダードになっちゃうから。そうだから、ステーキもまずいステーキと一流のうまいステーキ食わないと、一流の価値が分かんなくなっちゃう。はい、こんばんは。
定期的にじゃないよ、たまに食わないとダメってこと。子供の頃だよ、幼少の頃。要はまずいものだけ食う人生だと、それがうまいスタンダードって錯覚をするっていう話ね。ルンベン、てめえも消えろ、もう二度と来んな、ゴミが。あ、じゃあもう一回言ってやるよ。あの、俺ファン以外いらねえから、俺の放送、うん、マジでてめえらゴミくずが死のうが何しようが俺の人生には関係ないから、応援する気がねえやつはもう二度と来んな、マジで言ってるから。困ってねえから。俺からお願いしたか、してねえよな。勝手に見に来て勝手に文句言ってるやつは泥棒だよ、ゴミが。関わる気ねえから消えろ。別に俺閲覧10でも1でも構わねえと思ってっから今。別に応援する気がねえんだったら消えろ。何のメリットもねえわ、てめえらとつるんでも。寒くなると鍋が美味しい時期になりますね、楽しみです。あ、鍋好きなんだ。てめえはいいよ、消えろ。虫ずが走るわ。てめえみてえなクズ嫌いなんだよ俺。他行け。あと偉そうに頑張るとか頑張れとか言うなよ。てめえよりも頑張ってから俺ここにいるんだよ、うん、てめえが頑張ってねえからって俺に頑張れとか言う資格ねえから、てめえの人生勝手にやれ、うん、誰の指図で頑張るとか関係ねえから。 ありがとう野前さん、野前さんアイテムありがとう、頑張ります。はい、こんばんは。はい、ロムってな。鍋美味しいよね、鍋美味しいよね。でも俺はあれだな、あの水炊きの鍋で出しとってポン酢で食ってで最後締めるのが好きかな。文句があるやつは電話かけてこい、うん、以上だよ。文句があるやつは電話かけてこい、以上だわ。そう、水炊きでポン酢、うん、うん、水炊きでポン酢で食って出し取って最後締め。はい、こんばんは。興味がねえやつのコメント読む気ないから。じゃあな、コメント拾ってもらえる放送行け。三流と絡むつもりねえから。三流のリスナーはいらないから。ありがとう。ペさん応援いつもありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ありがとう。わらわらさんご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。ご支援ありがとうございます。楽しんでってください。ペさん、わらわらさん楽しんでってください。ありがとうございます。ありがたいね、本当だね、うん、粋だね。
ああ、ありがとうございます。お話楽しい。ああ、もしよかったらフォローしていってください。ありがとうね、初見さんなのに。アイテム、ありがとうございます。頑張ります。ご支援ありがとうございます。もしよかったらこれからもよろしくお願いします。アイさんでいいのかな。アイさん、ありがとう。すいません、初見さんにまでご負担させてしまって。スポンサーさんはあれだからね、ずうずうしくしていいんだからね。おすすめないです、別に。他人に、僕、家電屋じゃないんで、はい。ないです。はい、ペイありがとう。アイテムありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ヘッドホンのおすすめとかないです。何のメリットもないんで、勝手に調べてください。ありがとう。ペコポコランドさん、いつもありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。ナンバさん、ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。ありがとう。頑張ります。はい、お疲れ。ありがとうございます。タコスケさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう。ああ、カシミールさん、ありがとう。カシミールさん、ありがとうございます。ご支援頑張ります。これね、昨日久々当たりの漫画見つけたよ。ブラム、これ面白い。これ2巻買いに行こうかな、今から。これ面白いっすよ。おすすめです。いつも違う声。いや、一緒だと思うけど。でかい、1800円した。ただすごいんだよこの漫画、超面白くて。1話でセリフ丸々ないとかあんの。30ページくらいセリフが全然ないのよ。びっくりするよこの漫画、ほとんどセリフがないの。ブラム、これ当たりだったわ。もうなんか最近全然漫画買っても面白くなかったの。これはいいですよ、これ面白い。トーン違う？ガンツ、ガンツとは違うかな。 SF ですね。ロンガイさん、ご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、ご支援。1800円は結構ね、高いよね。これは全巻欲しいなと思って、ちょっとハマってるんですよね、ブラム。ヤンジャンじゃないんですよ。週刊誌ぐらいの大きさか、ちょうど。すげえ面白い。ナウシカとかアキラとかのサイズだよね。まあまあ満喫とかでもいいんじゃない。ほら、漫画って好き嫌いあるから。俺はね、漫画もう2万冊ぐらい読破してるから、漫画に関してはもうプロってるからさ。すげえいいねこれは。アキラ面白いね。アキラ面白い。アキラね、子供の頃分かんなくて、終わり方微妙だなと思ってたけど、今見たら終わり方最高だよねあれ。アキラ良かった、エンディング。セリフがない、なんか最近のはセリフがごちゃ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 多くてもうめんどくせえよ、疲れる。
ああ、進撃の巨人悪くないですね。要はね、説明が多いっていうことは、バカ向けに漫画を描いてるわけだ。これ説明が少ないのよ。もうバカを相手にする気ないのよ。だから難解なのね、ちょっと。わかりづらさがあって面白いですね。漫画はもうすごいうるさいっすね、僕は。最近、いや、俺最近のだと思ってこれ買ったんだよ。最近のだと思ってこれ買ったの。いや、もうなんか別に古かろうが新しかろうが面白いもん面白いんですよ。でもそこに対するこだわりはなくて。で、本屋でいろんな本バーってザッピングして、店内をザッピングして。で、大判コミック行ってみようかなと思って、これがこうブラムって書いてあって、はぁと思って。最初ね、手塚治虫のなんかなのかなと思って。で、こう手に取ったら絵がこうあって、ジャケットが。あ、まあなんか、俺読まなそうな漫画だなと思って。ちょっと新しいもん手出してみるか、っつって。で、裏見て1800円だと。で、のんちゃんが来て、なんか見つけた、っつって。いや、これちょっと気になるけど、1800円すんだよ、って。当たり外れ。外れだったら俺怒り狂うわ、っつって。で、のんちゃん買ってみようよ、って。新しいの買ってみよう、って言って。あ、わかったわ、っつって。外れかもしんねえな、って。全6巻だったんだけど、ね、1冊1800円だから1万超えるから、じゃあ1冊だけ買うわーっつって、冒険だわーって言って買ったら面白かったんだよね。そうだね、本当にイライラしてる時にこそスポーツだね。はい、こんにちは。いや、わかるわかる。ね、年を30超えてくると、もう新しいもんに手出すのが怖くなってくるっつうか、感動がなくなってくるっつうかね。だからこそ、なんか新しいものを読みたかったんだよね。新しいものに手に入れたいな、つうか。感動がどんどんなくなってくんだよな。ありがとうございます。愛さん、ご支援ありがとうございます。また来てください、ぜひ。よくしてくれてありがとう、初見さんなのに。ありがとね、舞さん。今後ともよろしくお願いします。頑張ります。あ、図鑑は面白いよね。図鑑、子供の頃図鑑よ持ってて、家に図鑑がバーってあって、恐竜図鑑とかずっと読んでたよ。昆虫図鑑とか図鑑大好きなんだよね。図鑑高いんだよな。あ、図鑑はいいですよ、図鑑は。大好きですね。
図鑑いいよね。ずっと読めるよね。何度も読めるし。なんだろう、あの図鑑のワクワク感って。物語が勝手にすん、なんかそのストーリーがないからいいんだろうね。知識だけじゃんだからこう妄想にふけるっていうか、その絵とかもね、注釈とかもすげえ面白いし。図鑑はいいわ。図鑑はロマンがあるね。あ、エロは必要ですよ、漫画の中に。わかるわかる。図鑑は楽しいよね。ずっと読める。国語辞典とかを読んだりとか、辞書とか読んでも面白いかんね。物語っつうかさ、もうその物語のテンプレートってもうね、え、何百年前とかにできちゃってるじゃん。それこそギリシャ神話とかにできてるものだと思ってて、うん、シェイクスピアとか、なんか古典っていうの、古典の時にもうテンプレートが全部出来上がってる気がするから、なんかもうストーリーはいいやっていう、うん、うん、いやー、なんかもうストーリーものはいいね。おお、また来てくれたの、ありがとう。楽しんでってね。フォローした。おめえがフォローしようが何だろうが勝手だけど、別に恩着せがましいから、うぜえから、消えろ、うん。てめえにフォローされても、別にされなくても、俺の人生には何の関係もねえわ。消えろ。うん、図に飲んなよ。俺からお願いしたか、てめえに。フォローしろって。してねえよな。ご支援ありがとうございます。ロビさん、いつもありがとう。頑張ります。ありがとうございます。ロビさんありがとう。いつもありがとうね、ロビさん。フォローしたっていうやつ、お前恩着せがましいんだよ。勝手にてめえでしたんだろ。報告とかいらねえから、うん、てめえで好き勝手やってんだから、てめえで好き勝手やれやいいじゃねえかよ。俺には関係ねえよ。大変でしょ。うん、雑談5年やってて話尽きないのはすごいな。まあまあ、フリートークでね、生き様でもう語ってますから、僕は。うん。ネタを作るっていうよりも、もう、俺が何を話すのかっていうので商売やってるんで。うるせえよ。俺の稼いだ金、てめえに関係ねえだろ。てめえがじゃあ金払ったのかよ。金払ってから言え、ボケ。あと昔の話好きじゃないんで、昔の話したい人は動画見てください、 YouTube の。昔の話がしたかったら勝手に YouTube 見てください。はい、こんばんは。はい、トキさんも一つ、アイテムありがとうございます。ご支援ありがとうございます、トキさん。頑張ります。ありがとうございます。応援ありがとうございます。ありがとうね、トキさん、いつも。こんばんは。タオル？うん。リスナーさんからね、やっぱり、いただいたもので、運営さんとね、リスナーさんからいただいたものだから、やっぱ飾らないとね。やっぱシェアしていかないと。
うち URL でタバコの宣伝禁止だから、次貼ったらお前ブロックだよ、気をつけろ。 YouTube 貼るの禁止だよ、うち気をつけろよ。ありがとうロビさん、いつもありがとう。ロビさんご支援ありがとうございます、頑張ります、ありがとう。いやあれだよ、あの全然東京も散歩リフレッシュできるよ。すげえ夜景綺麗なところあるんだよ、俺のあの好きな風景、好きなところあるの。今度放送で映すよ、あの都庁のね光がかっこいいんだよ、都庁の光が。これうまいな。いや散歩は楽しいっすよね、歩くの大好きなんで。うん、歩くの大好きなんですよ僕。おめえのためにやるわけじゃねえから、勝手に楽しみすんなよ。おめえのためにやってるわけじゃねえんだよ、くどいなお前。ありがとう。マルさん、いつもご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます、マルさん。東京の夜景、この前迷子になってトラウマ。ああ、東京遊びに来てたもんね。入院してるから Google ストリートビューで、あーエア散歩ね、エア散歩ね、うん、なんか俺はやっぱりその突然の出会いみたいなのを大事にしてるから、あここ歩いてなかったらここ行きたかったわみたいな。はいお疲れっす、どうも、うん、あ仕事で行ってたね、うん、はいこんばんは。あありがとうございます。まこやんさんアイテムご支援ありがとうございます、頑張ります。そうそう知らない道、あのねまあどっから見る夜景がっていうのはいろいろあるんだけど、あのね神田川の方から見る、そのビル群、新宿のビル群が、こう、コントラストがいいんですよ。下町っぽいところと、あの、ネオ東京感、あ、なんか城があるみたいな、向こうに城があるっていう感じがね。うん、滋賀は無意味にぶらついたら不審者の目。あ、まあ、本当のね、田舎の方になるとね、なんだこいつってなるよね、うん、まあまあまあしょうがないっすよ、うん、まあしょうがないっす。まあでも相手にする気ないんで僕、ここは僕のファンのための放送なんで、別にね、グダグダ言ってるなんかゴミみたいなのが何言おうが、うん、僕には関係ないの。滋賀は田舎だろ。
散歩の外配信行くじゃ。わすげえ、畳んでくれてありがとうって書いてある。うわびっくりする。今俺紙パックこうやって開いたら、開いたところに畳んでくれてありがとうって表示された。うわなんだろうこれ。うわめっちゃハッピーな気分になる。何これ作った人。うわうわうわ、こうやってこうなってるじゃん。ここをこうやって広げて、こうやってやったらここに畳んでくれてありがとうって書いてある。うわなんかすげえハッピーな気持ちになった。何これ。うわこれなんだろう、凝ってるね。びっくりした今。なんかいや優しいとも違うじゃん、ネタじゃんこれ。完全にネタじゃん。畳んだからなんだって話なんだよ。別にだってキッコーマンの利益になってないわけでしょ。だけどなんかこう、あ、さっきのや畳んだせいだお前。うわ最悪最悪だわ、畳んだせいで。くそ、ふざけんなよマジで、びちゃびちゃだわ、うん、最悪本当に。畳まなきゃよかったわ。あー、ゆめこさんありがとうございます。頑張ります。ご支援ありがとうございます。頑張ります、精進します。いつもご支援ありがとうございます。いやー今のはちょっとイラッとしたな。ストロー抜けばよかったな。ハッピーになった後なんかそう全部踏みにじられた感じがしたね。なんかトラップだったな、ザマーみたいになったね。すごい気分悪くなった、部屋が汚れた。あーせっかくハッピーな気分になったのに。あーごましおさんありがとうございます。ごましおさん応援とご支援ありがとうございます。頑張ります。ありがとう、ありがとうございます。いやトラップでしょ完全に。うん、ショックだったわ今、うん、キッコーマンですね。キッコーマンから出てる豆乳です。豆乳ココア飲んだ。スケボーやりてえな。またの機会にじゃねえよ、おめえはもう二度と来んなよ。おめえにまたの機会なんかねえわ。こっちから願い下げだわ、勝手に来て勝手に文句言って。迷惑なんだよおめえの存在が。消えろ、二度と来んな。いらねえから。応援する気のねえやつは二度と見るなって書いてあるでしょ。俺のファンのための放送だから、ここは。それとはねちょっと違うかな。ドンが出てきた後のメッセージはちょっとくどいの。そうじゃなくてそのテーブルをこう片した時にテーブルに出てくるとかがいいな。そう、ちょっとこっちがいいことをやってでこっちにいいことを返そうみたいな。だって金払ってんだからおめえがメッセージしてくんなよって感じじゃん。
うるせえわって、おめえの主張いらねえわって感じだ。そうじゃないんだよ、こういいことに対していいことを返そうみたいなのがいいね。なんか勘違いしてんだよね、フォローしてやるよみたいな態度俺好きじゃねえんだよね。あんまり勝手にフォローしてるだけだろ、勝手に応援してるだろ、恩着せがましいわ、そうそう。それだとただの隠れたメッセージになっちゃうから、隠れミッキー理論がすごいって言ってるわけじゃないの。隠れミッキー理論的なサプライズではなかったから、そのドンが出てきた時にテンションのメッセージはその隠れミッキー理論だから、俺はそれちょっとくどいっていう、和道さんの放送を見たすぎて旦那との居酒屋デート切り上げて帰ってきた今見てて私は幸せ。旦那さんかわいそう、旦那さんとのデートより俺の放送を見たくて切り上げてきたの、すげえな大丈夫それ離婚の原因とかにならない、うん、あー栗、栗いいなー、栗いいじゃないですか、栗食べましょうよそれ、栗いいじゃん、栗とかねえかんな東京、うん豚の絵が出てきた、それ最悪っすね。うちのリスナーさんに絡まないでください。ゴミは。ゴミはうちのリスナーさんに絡まないでください。申し訳ないですけど。お前がリプ飛ばしていい相手じゃねえから。いや、いいじゃないですか、栗。茹でて。旦那より話が面白い。当たり前じゃん、俺。喋りで食ってってんだから。おい、プロよ。プロだよ。そりゃそうでしょ。あ、数ね、表示されないのは、あれだよ。一回、プロフィールページに行って画像いじらないとダメなんだって。画像変換みたいな。再設定しないと直らないって。栗きんとん、いやモンブラン、マロングラッセ、あとなんだ、まあ栗きんとん美味しいじゃないですか。サムネ直らない、なんかそのプロフィールページで再設定しないといけないらしいよ。つまんねえなら見なくていいよ。甘栗解放もなんかバグってるね。解放も設定してきな。栗ご飯あんま好きじゃねえな。あこさんはだつ、ありがとう。てめえに俺のおしゃれわかんねえだろ。しゃしゃってんじゃねえよ。栗羊羹、あ、いいじゃないですか。ありがとう、ご支援ありがとうございます。あー、甘露に、うん、栗ご飯とかね。うるせえよ。何でもかんでも質問すんな。栗おいしいじゃん。あ、ありがとうございます。ご支援ありがとうございます。ありがとうございます、ロビさん。ありがとう。ご支援ありがとうございます。
はい、ワード2いらっしゃい。今日は夜更かしかい？お前おちょくってんのか？旦那さん見ねえもんな。いや、科学者じゃないんで分かんないっす。自分で調べて出てくるんじゃないですか。ママいなくて早く寝なよって言われない？ああ、じゃあ今日はね、夜更かしできるね。まあ無農薬でしょうね。羨ましいっすね。アワビとか食いたいんで、アワビじゃねえ、アケビが食いたいっすね。アケビ。スーパーじゃ売ってねえかんな。アケビが食いて。金柑とか。金柑大好きなんだよな。アケビ。おひたしはあれフルーツとして食いたいね。あ、銀杏。銀杏は食わねえかな。まあまずいとは思わないけど、匂いがね、ちょっとね、なんだろうね、あの匂い。まあまずくはないんだよ、茹でて。なんだろうな、あれな。なんであんな臭い匂いするんだろう。トークだとギターより人いますね。お前と何の関係があるんだよ。お前、俺と喋れる身分か。話しかけてくんな。金柑食べすぎると胸焼けする。あ、そうなの。いや、結構食べるけど胸焼けはしないかな。絡んでくんなよ、うぜえから。茶碗蒸しにサプライズ的に入ってる。まあまあ美味しいじゃん。銀杏別に嫌いじゃない。ただ匂いがね、匂いが、あれ別に茶碗蒸しに入ってる銀杏好きですよ僕。お前もうぜえな、消えろ。俺別に働いてる方が上とか下とか思ったことねえから、消えろ、うん、てめえが働いてようが働いてなかろうが知らねえわ、うん、関係ねえよ俺には。消えろ。ユリの根も微妙。俺好きだけどな、なんか季節っぽいっていうか。茶碗蒸しに入ってるなんだかよくわかんない野菜。初見さんいらっしゃい。もう一回なんかうぜえのが増えてきたから言うけど、俺のファンのためのここ放送だから、うん、でお前らゴミクズが別に死のうが生きようがのたれ死のうが何死のうが俺には関係ないから、俺から頭下げてきてるね、来てくださいって言ってるわけじゃねえから、勘違いすんなよ。二度と見なくていいから、ここはファンのための放送だから、勘違いすんなよ。いいでしょうこれ、いいでしょうね。え、販売すればいいのにね、リスナーさんに。売れると思うけど。
くだらねえから、何人とか生まれがどうとか得た否認がどうとか農民がとか、そういう差別のレッテル貼りやめとけ。かわいいでしょ、うん、うん、はいはい、また来てね。 ありがとうございます。ニコ生の時見てくれてたんだ、ありがとう。金木犀も咲くか。いや、コオロギがね、庭で鳴くんだよね。だからコオロギが鳴き始めて、あー秋だなと思ったけど。俺は差別するやつ綺麗だからさ、消えてくれ。あ、売り物にしたら価値、そうだよね、非売品だから価値があるんだよね。まあだから売り物は売り物として売ればいいんじゃないかなと思って。確かにね、それはあるよね、うん。それはあるわ。はい、こんばんは。ありがとうございます。9時になったら、あ、9時に寝るんだ。いや、早く寝るのはいいことだよ。うん、早、ね、早起きはいいことよ。妊娠したんだ、おめでとう。うん、へぇ、確定の、うん、めでたいね。3月からは赤ちゃんとワドちゃんを関する。あ、じゃあ何、もう妊娠何ヶ月って確定してるってこと？ 3 月に生まれるってこと？確かにね、この前会った時ちょっと太ったなと思ってたんだよね。うん、突っ込まなかったけど。だからね、もしかしたら妊娠してんじゃねえかなっていうのは思ってたの。うん、思ってたんだよ。だから太っただけの可能性もあるから、デリケートだからあんま言わないでおいたんだけど、あ、会った時にはじゃあ確定してたの、分かってた。いや、めでたいね。あ、まあ産むまでね、産んで育てるまでまだまだね、あれだけど。家族ができたんだ。タバコの話とかいらねえから二度つすんだよ。あ、してたんだ。そうだったんだ。おめでとうございます。ご支援ありがとうございます。カズさん、ご支援ありがとうございます。おめでとうございます。頑張ります。めでたいね、無事に生まれるといいけど、うん。じゃあ味覚変わってるでしょ、だいぶ。味覚、女の人は性格も味覚も変わるからね、うん。あ、そうだね、眉毛ちょっと薄い方がいいよね。俺濃いからさ、今ぐらいがちょうどいいね。お母さんか。女の人すごいよね。少女から女になり、女から母になるからね。子供生まれたらね、女を捨てる時ですよ。いいお母さんになるよ。大丈夫。でもね、お母さんは生まれて出産っていう儀式があるから、お母さんになれる。子供を授かった瞬間、出産した瞬間。お父さんはね、いつまで経ってもね、お父さんになれないからね、うん。
不妊治療3年してたんで嬉しい。だけど同時に死が末期の胃がんだと分かりました。まあまあまあ、年齢がさ、あの世代交代の時期だからね、うん、俺らもいつまでも生きてるわけじゃないし、でもお父さんも喜んでるんじゃないの、うん、ね、喜んでるよ。いつか人は死ぬから、お父さんはほら喜んでるよ。まあこのね、嬉しい報告が聞けて、私もママになりたいね。え、いい人見つかるといいね。女卑で何が悪いんだよ。文句があんなら見るなよ。女卑で何が悪いんだよ。文句があんなら見るな。57ね。あ、まあショックだよな、うん、まあでもショックを受けるお父さんがいるのが羨ましいよ俺は、うん、羨ましいよ。うるせえよ。女卑で何が悪いんだよ。消えろ。俺はてめえらみたいな卑怯な人間が大嫌いなんだよ。俺はおめえらと会うこともねえから、関わることもねえからな。関係ない人生なんだから関わってくんなよ。まあお母さんになってからが大変だけどね。まあ大丈夫だよ、ママいっぱいいるからこの枠お母さん主婦がいっぱいいるから大丈夫だよ。この枠でアドバイスくれるでしょ。名前か、キラキラネーム。いやー、キラキラネームね。名前か、どこが女卑発言なんだよ。母親になって女捨ててねえやつの方がよっぽどクズだろうがよ。そうだね、いい彼氏探さないとね。高光ってかっこいい、うん、高光、男の子にしたら高光にしちゃうのちなみに光るじゃないからね、俺の高光は。貴族の木に充実の銃だから、高光は。満だから、足立満とかの満の方、高光は。産んでみたら分かるけど女捨てちゃうよ疲れて。いや男だったら死ぬからね。女の人はすごいよ。鼻の穴からスイカが出てくるみたいな痛みだっていうもんそんな死ぬわ。気に入らねえなら見なきゃいいじゃねえかよ。女卑だと思うんならよ、気に入らねえなら見なきゃいいんじゃねえのかっつってんだよ。なあ、てめえが死のうがよ、てめえが苦しもうがよ、てめえが喜ぼうが俺には関係ねえんだよ。なあ、消えろ。あそこからマンゴー、マンゴーそんなでかくねえかんな妊娠した時、一日だけ旦那が近づいた時に吐き気がした。旦那が近づいた時、うん、
ああ、まなちゃん13歳だからあんま変なこと言わないでよ。ちょっとお前ら、まなちゃん、13歳の女の子だから余計なこと言うなよ。やめろよ。まなちゃん、いい。そのリプはいらない。大丈夫。普通にスルーでいいよ。匂いの共感性がわかるって言うよね。梅干し食べれないのが食べれるようになった時はびっくりしたよね。いや、ガチの13歳だよ。ねえ、まだちゃんね。いいの、いいの。こんばんは。お疲れ様です。マナちゃんの話何回もしてんだろうがよ。いいパパになれるどころか、お前よ。なれるわけねえだろうが。妊娠した嫁に捨てられる男だぞ、俺。妊娠した嫁にもう関わらないでって言われる男だぞ。どこがいいパパになれるんだよ。嫁っつうか、まあ彼女だけど、当時。夕飯食べた？今日はおとんと手作りカレー。おとんが作ったの？カレーはジャワカレーだよな。カレーはジャワ。イケボやる？いや、リクエストが多かったらやるけど。今何位なんだろう、イケカテ。日本の少子化対策ってどうするべきだと思う？答えは出てるんだよ、コムツキバットさん。女性の所得を下げて、男性の所得を上げる。そうすると、統計学的な話よ。倫理的な問題は置いておいて。女性の所得が低くて、男性の所得を上げると、結婚する確率増えるの。子供を産む確率増える。ただそれだけの。そう。フェミが切れる。ただそれだけ。ジャワだよ。カレーはジャワ。ラジオ配信のことだね。イケボカテゴリーっていうのは。女性の社会進出が増えれば増えるほど産む確率が減るのね。あ、ありがとうございます。ご支援。りょうこさん、ありがとうございます。楽しんでってください。頑張ります。応援とご支援ありがとうございます。ありがとう、りょうこさん。楽しんでって。捨てたんじゃなく捨てられたならしょうがない。でも養育費払えっつったけど、絶対払ってない、払わないっつって、払ってないかも。養育費1円も払ってない。だから俺は親を名乗らない。俺には子供いねえよっつって、 DNA 半分残して終わりだよ。
それくらいのクズだかって。刺されるんじゃないのそろそろ。女の敵だとかなんだとかくだらねえこと言うんだったら俺の放送見んなよ。めんどくせえマジで。勘違いすんなよ。勘違いすんなよ。主婦結構いると思うよ。俺は外配信するのが偉くて家の中で配信するのがダサいとかそういう風に思ったことねえから。うん、外配信やってるのが好きだったら外配信やってるやつ見ろよ。
こんばんは。アイテムありがとう、ルピカさん。ご支援ありがとうございます。こんばんは。ランボルギーニに俺の価値が理解できる人間がいればわかるんじゃないの。いや別になんもないよ。情報素材とかかっこ悪いことやるわけねえだろ。イケボ。じゃあイケボカテゴリーやるか。じゃあみんなお疲れ。イケカテやります。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう